バルクはおすすめですか？リンバルクはおすすめというか、俺はリンバルクをするべきなんだと思うんだけれども、ただこれもね、まあ俺全部の答えがそうなんだけれども、やっぱり人による。俺ももちろん太ってやった時もあるよ。その時はその時は効果があったと思うけども、随分今より若かったから、今より10年以上前の話だから。で、今俺の年でリンバルクじゃなくて太ることを やるともう皮膚がね、おそらく戻ってこない。なので年食えば年食うほどやっぱり太らない方がいいね。まあ、健康の面からもそうなんだけれども、とにかく皮膚はやっぱりね、俺も悲しいけれどもやっぱり違う、若い時とね。なのでできるだけオフとオンのこの差をない方がいい。もしコンテストもう出ないよということだったら、とにかくいい体型を一年中保ちたい。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。